これ一手間なんだけど、これやるだけで全然味違うから。わ、完璧にめちゃくちゃうまそうな師匠になるじゃん。ドリア、シーフードドリアさんです。どうも、料理のおじさん、牛脂です。ということで今回はですね、コラボ動画でございます。案件だね。なんとですね、これ皆さん見たことあるかもしんないけど、これルーミックね、ミートソース、この間、ルーミックのミートソースを、使って動画上げたところ、バカみたいに反響がありまして、怪しいかもしんないんですけど、このね、ルーミックのミートソースね、バカみたいに売れたんですよ。なんで売れたかっていうと、多分、僕がちゃんとこれをに向き合ってめちゃめちゃうまいミートソースを作ったからだと思うんですよ。ちなみにこのルーミックっていうのね、ご紹介させていただくと、発売からね、58年経ってる超ロングセラーなんですよ。で、ずっと売れてたんですよ。ずっと売れてたんですけど、昔から買ってる人たちしかいなくて、全くプロモーションしなかったんですよね。でも何も言わなくても売れてたんです。これ一回やらせてくれと、物がいいから絶対にみんな分かってくれるって言ったら売れたんですよ。ということでですね、今回はですね、ホワイトソースね、できないかっていう風に、言われてですね、出来が悪かったら断ろうと思ってたんですけど、実はこのホワイトソースめっちゃ使えんすよ。バカみたいにうまいんですよ、これ。ホワイトソースってこれ、難しいじゃないですか。ミックはね、牛乳だけでできるんですよ。しかも、100円台で買えるんですよ。安くないですか ?2 皿分が2袋入ってるんですよ。これ1個買えば4食できるんですよ。シチューにも使えればグラタンもできるし、ドリアもできるんですよ。全部できるんですよ、ホワイトソース使う料理。だからね、とんでもない商品だなと。良さをちょっと伝えさせてくれと。僕は本気でうまいもんができないと、案件自体やらないんですよ。なんで、今回は、一人暮らしの方とか多いじゃないですか。1袋を半分半分にして、一人分のシーフードドリアと、一人分のシチュー。一人分のシチューの作り方みんな知らないでしょ。できます。ルーミックなら。じゃあ、これやっていきます。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきたいと思います。まずね、一人分のシチューの、材料なんですけども、鶏、胸でもももでも結構です。まあ、80g ぐらい切ってあります。材料は別に何でもいいんですけども、今回はセオリー通りに玉ねぎ、人参、じゃがいも、これをやっていきます。好みでね、キノコとかね、キノコ類とか入れてもいいですし、まあこれベースなんで、あとバターですね、シチューの材料になります。はい、一人分のシチューってね、なかなか難しいんですよ。シチューってさ、大量に作ってさ、4皿分ぐらいできるでしょ。そうすると単身の人は毎食シチューになっちゃうんですよ。あれね、僕は嫌だから僕は大体一人分とか2人分とかそういう風に作るんですけど、この日で完結するシチューの作り方です。もちろんね、今回1人分で作るんですけども、2倍量作ろうと思ったら2倍量作れるんで、そうすると、1袋全部消費できます。そして、シーフードドリアです。こっちはシーフードミックスで、上からかけるチーズ、ピザチーズですね。で、あと、玉ねぎ、バターですね。はい、で、あとご飯なんですけど、これね、今回 200g のご飯なんですけども、袋だとご飯はね 150g ぐらいがいいんで、なんで 50g はちょっと後でおにぎりかなんかにして、みんな食べますんで、 150g の小盛りのご飯、茶碗1杯分ぐらいですね、のご飯でドドリアを作ります。はい、一番大切なのはこのルーミックですね。で、ルーミックっていうのはホワイトソースのね、ミートソースもあるんですけど、今回ホワイトソースで、これがね、めちゃくちゃうまいんですよ。牛乳だけで作ってるのに、まるでちょっと生クリームが入ってるようなコクとうまみすごく、入るんですね。牛乳と混ぜるだけでいいって言うんですけど、ここにね、ちょっとだけバターを加えると至高のクリームソースになるんですよ。生クリームは使わなくて大丈夫。賞味期限も長いからストックできんのよ。ストックすると、じゃあ牛乳が余った時とか、あ、じゃあルーミック使って、ホワイトソース作ろうっていう風にすぐなっちゃうっていう良さがあります。これだけ言わせてください。絶対俺は最終的にうまいもの作るんで、ということでやっていきます。ルーミックホワイトソース、前回のミートソースがバカ売れしましたんで、祝杯をあげたいと思います。あ、取れない。そろそろ大吉を出したいと。普通に大吉とか出すからねパンパンになったら大吉、入んなかったら大吉。いやー、一番つまんない結果ですでもこれを見ていただいた方は大事。なんでかって言ったら、めちゃめちゃ安くて使えるルーミックホワイトソースの使い方が知れるからです。マシーン、なんかシャラシャラ言うな。これこうやって落としちゃうからね、あのチーカワの鈴つけてるんですよ。これだとね、なくさない、ね、企業案件も自由にやりすぎっていう。ハイボールね、ルーミックのバカ売れを祝しました。乾杯。あー、いいね。じゃあ、ルーミックの今回ホワイトソース使って2品作っていく。じゃあまずはね、シチューから作っていくんですけども、シーフードミックス、これ凍ったままなんですよ。だから解凍します。
はい、お水、塩ね、200cc だと小さじ1杯の塩ぐらいね、塩水で解凍するとプリップリに、仕上がりますんで、海水と同じ 3% ぐらいの水で、シーフードは解凍するのがおすすめです。解凍してもずっと置くとシーフードしょっぱくなっちゃうんで、まあ、10分か15分ぐらいで解凍できますんで、そしたらざるにあけてちょっと水で洗うと、塩味取れますんで、中ですからこういう玉ねぎはもうこういう感じで乱切りしますね。玉ねぎが具材なんでね。で玉ねぎも大体の乱切りで、こんな感じで具材として食べるんでね、はい、乱切りしてください。乱ね、でこんな感じで、小さめ一口大に全部切ってください。まあ、これ別に豚肉とかでも全然平気なんですけども、まあ、あの鶏肉だとシチューがあのセオリーなんで、小さめの一口大。まあね、具材はねぶっちゃけ何でもいいです。肉とお野菜があればぶっちゃけ何でも、ブロッコリーとかでも美味しくなるし、何でも美味しくなるね。まあ、今回根菜があるからちょっと煮るんでね、はい、こんな感じ。バターをバターと入れます。お野菜とか肉とか全部入れちゃう。これ一人前ね、これ結構ねお腹いっぱいになる。塩コショウね、下味をお肉とお野菜につけます。なかなか一人分のシチューの作り方を教えてくれる人いないでしょ。炒めて、バターの、この香りをね、まとわせる。ルーミックス作るシチューうまいね本当に。揚げときましたね。中身こんなんなってます。これ1個で、2皿分できます。で今回は、まあ、粉で半分半分にしとくん で半分ってどれぐらいかっていうとね、大さじ1とちょいですね。はい、これで 12g ぐらいなんで、大さじ1と、小さじ半分ぐらいかな。これで、大体半量になります。ここにですよ、水 100cc 沸かして蓋をして、10分間煮ます。これなんで煮るかって言ったら、根菜類が、10分ぐらい煮ないと柔らかくならないんですよ。最初から牛乳を入れてしまうと牛乳の風味全部飛んじゃうんで、だから水で1回蓋をして蒸し煮にする。でこれで中火で、まあ中火か中弱中火ぐらいで、10分煮込んでいきます。はい、じゃあこれね、他のコンロで10分煮込んでいきますんで、その間にドリアの作り方、そしたらですね、この玉ねぎ、逆らって、この玉ねぎを薄切りにしていきます。簡易的に作りたいので、みじん切りにはねしなくていいね。薄切りで大丈夫。ちょっと一つ、あのうまさを上げる方法として、このエビにね背わたが入ってるんですよ。これね抜いた方がいい。あのこれがねちょっと一手間なんだけど、あのエビの背わたってめちゃくちゃジャリッとして美味しくないのよ。だからシーフードミックスであってもこのね、この背わた、これね、手で簡単に取れますから、これをこのね背わたをね取ってほしい。こんなにこの背わたが食うとジャリッとするんだ。できるだけ取った方がいいです。これね、あの本当にちっちゃい一手間なんだけど、これをやるとね全然味わいが違う。はい、素手で全部摘出できました。そうしましたら、ドリアを作っていきましょう。で今ね煮込んでる間にパパッと作れちゃいますからね。ルーミックはね、めちゃめちゃ簡単なのが売りでございます。はい、でこれシーフードミックスなんだけど、一回ねちょっと水で揺すりくんね。はい、そうしましたら、このフライパンにバターなかったらオリーブオイルとかでも全然いいんだけども、オリーブオイルとか普通の油とかでもいいんだけど、バターを使うとワンランク上がる。で、シーフードミックス、これシーフードミックス大きいようだったらちょっと切って、あげてもいいね。今回はちょっとちっちゃい、シーフードミックスだったからこのままいきます。はい、で玉ねぎ、なんとこれだけの材料でドドリアさんができます。で、炒めて、で今シチューは煮てる状態ね。シチューは 10分後にやりますから、焦げとかいらないから、普通に、玉ねぎがしなっとなればもう完成なんです。バターのいい香り、ルーミック半量入れます。はい、そして牛乳 120cc 入れます。コップちょい1杯分ぐらいかな。あの小麦粉とか使うと、この作り方でやるとダマになっちゃう。でもね、ルーミックはね気にする必要ない。でその間にご飯は温めておいてくださいね。はい、で
ほら、沸くと、もうこトロッとしたクリームソースなんのよ。これがね、めちゃくちゃうまい。で、味付けなんだけど、もうルービック自体がめちゃくちゃうまいから、味付けはね、ほんの少しでいいよ。塩コショウ、塩コショウパラーっと、まあ、ここら辺はお好みね。ナツメグね、僕のチャンネル見てる方だったらナツメグ持ってる方多いですよね。二振りだけします。はい、ナツメグが入ると本格派になる。もうなんかドリアこれでいいじゃんってなる。とろみがこんな感じでついたら、こっからこっから見てて、うめえドリアの作り方を教えるから、ここ絶対見逃さないでね。まず茶碗ちょっと一杯ぐらいのご飯を入れます。はい、 150g ね。あんまりご飯が多いとね、丼っぽくなっちゃうから、ご飯は軽く一盛り 150g で、こっから重要。あの、普通に作るとこれバーッとかけて焼くんよ。違うの、ルーミックのホワイトソースを一回かける、半量ぐらいかけて混ぜんのよ。こうするとめちゃくちゃうまいドリアになる。ご飯にかけてそのまま焼いちゃったら、ご飯とソース一体感がないんだよね。そう、ドリアは、あの、普通に作るドリアもそうなんだけど、ホワイトソースとご飯をなじませてから焼くのが非常に重要。これ一手間なんだけど、これやるだけで全然味違うから、ホワイトソースとなじませんのが非常に重要なね。で、具材は、あの、混ぜ込まなくて、そこまで混ぜ込まなくて、混ざったら具材をドーンとかけると。はい、これ大事。チーズをドサッと、チーズをのっけます。まあ、10分から12分ぐらい焼いたら OK です。はい、次、シチューいきます。10分間煮たやつがこれです。あのじゃがいもとかホクッとなってます。ここにさっき半分取ったルーミック、はい、あのシチューだからね、ちょっとね、牛乳分量多いんですよ。はい、もうこれでシチューになるの、やばくね。これでシチューだよ。僕の場合はちょっと塩コショウをパーッと振って味付けします。いいのよこれが。ここにキノコ入れてもいいし、ブロッコリー入れてもいいし、何でも入れて全然平気でございます。はい、でこれで入れて煮るだけでこのシチューが完成してしまうという。はい、で煮てちょっととろみをつけますよ、これね。さっきの混ぜ込むってのがあったと思うんですけど、ご飯とルーを、あれは外食店では一般的なのか、そのリュウジさんがなんかこうやってる中で気づいたのか、どっちだ。あの、基本ドリアは混ぜ込む、ホワイトソースを半量を混ぜ込むスタイルでやってるとこ多い。焼く前にホワイトソースだけかけて分離した状態でドリアを作ってるとこなかなかない、混ぜご飯に、の上に、チーズをかけて焼くんではなくて、ちゃんと、ご飯に半量をなじませて、で半量を上にかけてやるっていうのが、あの、非常にドリアっぽくなる。全然味違うから、一体感がなくなるんですよね。これがね、料理の面白いところなんだよね。グラタンとかもマカロニの上にそのまま、ホワイトソースをかけて焼くよりは、マカロニと一回半量混ぜてからやると全体的な一体感が生まれる。非常に大事。いい質問ありがとうございました。シューできましたんで、こいつを持っていきます。ルーミック入れて、まあ、5、6分煮たかな。で、とろみ的にはこれぐらい、まあ、一般的にシチューの感じだよね。ちょっと、あの、とろみ薄い感じだけど、これぐらいで全然平気で、こいつをさらに盛る。見てこれ半量よ、ルーミック。わ、完璧にめちゃくちゃうまそうなシチューになるじゃん。これ1人前めちゃうまそう、たまんないでしょこれ。ルーミックを使ってで、超簡単に作るシーフードドリアさんクリームシュー完成です。それでは、いただきます。ワインじゃね。まずはクリームシューがいただきます。具材感がゴロゴロ、これ半量ですよ。うまっ。あ、合うな、おい、やばい。うん、ルーミック自体にうまみがあるから余計な味付けがいらないんですね。うまい。俺のさ、企業案件の良さってさ、俺ちゃんと苦労してんのがいいよね。金もらって紹介するだけじゃないの、ちゃんと俺レシピ開発してるから、めちゃくちゃ頑張ってんの俺も。ドリア、シーフードドリアさんです。このチーズの感じ、ほらほらほら、これこれよ。熱いからね、みんなね。だからさ、うまいんだよ。うん、
うまい。俺ね、ビアとかやるときコンソメ入れるんだけど、なんかね、もうちょい深いんだよな、ルーミックの味って。ドリアとクリームシチューって濃度違うのよ。ドリアと一緒の濃度でシチューを作っちゃうとドロドロになりすぎちゃうっていうのがあるんだけど、なんとこれね、粉でやるから水分量の調整が容易なんだよね。だからどんな、濃度のクリームソースにもなるっていうのが非常にいいところだ。このホワイトソースっていうのはいろんなものに使えるから活用してほしい。そういうのをね、活用して手軽に美味しいもん食えたら幸せだと思うんだよね。これちょっと食べてもらいましょう。いただきます。乾杯。あ、シチューとドリアって作る？いや、作ったことない。自炊税じゃん。いや、でもドリアをちょっと敷居高いなっていう。シチューはあるけど。ああ、まあそうね、ドリアは敷居高いな、って思ってたけど。でもこれは簡単だね。ほぼ10分で作った。めちゃくちゃ簡単。いただきます。はい、めちゃくちゃ高い。めっちゃうまい。めっちゃうまいだろ。めっちゃうまいのよ。めっちゃうまい。ルーミックめっちゃうまいのよ。すごいね。うまっ。コンソメとか入れてないんだ。だルーミックで味完成してんの、これ。すごいね。塩コショウだけだよ。塩コショウだけだ。そう。これはうまいわ。シチューの素とかだとシチューでしか使えないんだけど、ルーミックはホワイトソースの素だからいいんだよね。いただきます。です。うまっ。これやばくない？これやばい。これやばいよね。やばい。結構こっちやばいと思ってる。やばいね。調味料で作ったんこれみたいな。やばい。やばいよね。めっちゃうまい。めっちゃうまいよ。ほとんどルーミックやってくれました。100円だよこれ。100円でこのクオリティ出せるの本当すごいよ。プロモーションしねえんだよ。いいもの作ってるくせによ、ね、みんな買って安いから、100円だから。仕事で俺がこんだけ饒舌になるぐらいいい商品なんで、皆さんぜひお買い求めください。プロモーションです。バカっぽい商品じゃないけど、うんうん、ミートソースでやったら、うん、なんかミラノ風ドリアっぽくなる。なる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 。ホワイトソース作っといて、ご飯混ぜ込むじゃん、うん、ご飯混ぜ込んどいて、でそこにあのルーミックのミートソースを作ったのを真ん中にポンって置いて、うん、チーズかけて焼けばミラノ風ドリア。すごいね。それ次回の動画でやろうと思ってたら、ちょっとあのネタバレネタバレ、まあいいけどいいけど、